構ね、みんなヘリアタック来た時とかって、うわおおい、間に合う、あ、ほんならちょうどいいじゃないのこれ。オッケー、ちょっとじゃあ無理出して考えるわ。あ、四つまた一旦無視でいいかもしれない。高速ガン詰めみたいな。そう、高速ってさ、向こう街全然不利だから、うん、正直、はい、有利に見えてね、街不利なんだよ。そこヘリ以外で動かさんポイント取れますか。弱い、方針で行こうっていう話になった会議で、一回四つ回らない、高速行きます。おめで、穴から降りるのも考えてもいいかも。次には高速タンク詰まったな、爆発する。うつまた5ね、うつまたが5で、ちょっとワクワクしてみる。あ、いつもの配置に金庫の中さん。あ、それだったらみんなが高速ターン潰れちゃうか。ほんならでも金庫押さえちゃう。金庫の中結構熱いんだよね、3人いるんだよね。あれだろ、チューブと金庫の中のやつと高速1じゃなくて、ね、高速のマッチポジの方に2人、警察が取り切る金庫の真横のなんか坂とこ1で、多分地下に1人降りてくるのを警戒してるやつ。注目のまま2人か。相手のヘリ押した、相手のヘリ押した、相手のヘリ、これ回収できる、今押したやつ。どこどこどこ、あー回収される、病院前、病院前じゃないわ、ごめん。ラークの、ラークのやついるよ。入れ高速詰める感じ。入りそう。高速ね、3人集まった。いや、5人集まったかな。これ今頭出しに来て。高速さ、これマチポジ何人いるか分かる？ごめん、マチポジが、マチポジに2人。あ、OK。じゃあ行くわ、これ通しに。溜まってるからグレ刺さるかもね。みんな鎮痛決めていくよ。警察複数人で行ける、ボイラさんのカバー。行くわ。あ、もう5人ぐらい。大丈夫。これ周りの走ってずっとカバーしてるよ、高速前。はい、そうそう、走らせるのに残しといてね。アンブレラ、アンブレラ、中じゃないけど、レダー用次郎がいたけど、多分アンブレラでいいと思う。俺左、
壁ひっついていくから、相手ね、顔結構出さないといけないから、行くよ。先輩も行ってほしい、俺穴から入って挟みに行く。ちょっと先輩、右側に固まってる、右側降りて、右側ね。全然離れないですけど、先輩の方見に行った。今それ見に行ってるよ。離れないと必要で、顔と日の朝日の国みたい。あったあったあった、大丈夫、ナイスよ。高くなった、高速取った、OK。 向こう先輩死んだ。単語表回ってもいいよ。巻くわ巻くわ。離れないカウントに打っていいよ。護送するか、これ。どうしましょう。護送しちゃおう、護送しちゃおう。ATS にね、黄色い車、タイラントっぽいのいる。楽かな、はい、つけてみとく。一応ホットベイリブって何やってる。ホットク取った。え、右側に黒い車ね、紫ダウンライト、楽かも。アバ頼んでいいか。どっちかに1人と、金庫の横に1人と、金庫の中に1人。オッケーよ。あの上から打ち下ろすの結構マスト。打ち下ろすの強い。強いと思う。打ち下ろし行くわ。あの上にラークの車来た。これラーク了解。なんかあの上3人乗ってる車がいるんだよ。これさっき後続から動かない。これね、あのね、マックさんだから気にしないで、車乗ってんの。工事現場に車1個来たわ。犯人1人とパチを署に1回ごめん。了解。工事現場俺死んだらいるからね。 OK 了解。先輩、金庫の動きめちゃめちゃ見てほしい。無理ね、工事現場ちょうどで対角線上にいる建物挟んで。大穴上取るわ。 OK、 私マルーさん の大穴上のカバーするから。 OK、 めちゃ見といてほしい。ウリ今ね、左前にいる。左前、あの JTS 側。大穴打てるかも、打ってみるわ。はい、皆さんから見て中部一人目視。あとね、金庫の右側にいる隣。了解。そこ打てたかも、隠れてるかも。あと真下だね、地下にいる。あ、多分これレリアだ。アンブレラね、こちら。マルンの真下で、あのね、ミコラがダウンしてて、骨組みを前にして、左後ろ側に一人いる。工事現場一人いるよ。工事現場ね、高速裏から人で護送します。待ってね、高速裏走ってやってる。高速さ、一応取ったんだけど、大穴取れてる？大穴取れてる。OK、で、金庫内、その付近、どの辺にいるか分かるか？工事現場のやつ、全員やられた。地下に1人、金庫中1人、右側？金庫の右側に1人。あと、中部もいる。そいつやった、そいつやった、工事現場やった。結構硬いね。これ、犯人は四つ股に逃走するから、そうだね、もう四つ股しかないね、逃げるな。で、大穴上からその金庫内見えてる？金庫内っていうか、周り見えない？周りとは中のやつら、車線通ってないところにいるってことでいい？まあですね、中部は通るけど、あの、危ない打ち合いになっちゃう。高速側の右、左、ない？詰める限りは、限りは打とうと思っても打てないですね。てか見えないですね。ちょうどね、四つ角にいるって考えていいよ。右奥以外の四つ角にいるって考えていいよ。あれ、ボイラさんの位置教えて。高速入り口の、金庫側を見る強固寺、左壁の。オッケーオッケー、了解。今、二人、ババアと二人でいる。高速側を開けて、四つ股にシフトしてもいいけどね。犯人、サーマルがないから、四つ股逃げしかしないと思うけど、どう思う？それはマジでそうだと思う。あ、それはそう、まあ、高速ラークが暴れだしたら怖いけど、ラークが中に入ってきたらバレるけど、高速に警察一人だけ置いて、あとみんな四つ股に移動するけど。あ、あり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 だよ。高速ラークほぼ枯れてるよ、多分残り1台いるかいないかぐらい。先輩、先輩、金庫ずっと見といてほしい。俺？先輩、四つ股ね、ちょっと位置変わってるね。
ねえやつまた。高速ババアと俺以外残して全員四つまた攻めてもいいぞ。そしたら二人多分いた方がいいかもしれない。楽に刺される可能性あるから一人だと。ねってよりかバレないようにキープするがいいと思う。二人でキープでいいか。じゃあバレたら高速から逃げられるから。うん、大穴捨てちゃう。捨てちゃう。人数四つまたに咲こう。オッケー。高速ヒロリーしたら入るわ。大穴捨てるよ。オッケー。犯人側なんだけどカジノの頭出しちゃんと見てるからカジノ注意かな。ちょっとアンブレラならね JTS 結構熱い可能性高めか。じゃあ JTS の駅の方とカジノ側にかけてみる。警察庁してで。これライオット出してる。出してない。出してないね。だったら俺 PY から急いでライオット入れるよ。えっか。ちょっとこれ賭けになるけどババア1人残してあと全員下げようか。オッケー。ババアが死んだら高速裏だ。そうだな。ババア頼んだ。分かったわ。俺ライオットピュア入れるよ。はい、お願いします。じゃあ俺カジノ行こうかな。カジノ裏行きます。カジノ、カジノ裏詰めないで来るのを待つ感じでお願い。はい、止まれたらまずいから。どこまで行っていいですか。カジノ裏の変な道、適当に警察署とのなんか分岐する道らへんとか。了解です。決めて守ろうか、うん、カジノ。じゃあそうそう、ちょっとカジノ見てくるね、いないか。オッケー。高瀬先輩金庫側お願い。カジノ丘はね、地下いるかも。バーナーズの車行くの行ったよ。そんなに一応 OK。 じゃあカジノ安全に攻めれない。大穴周りカジノ裏、竹森います。竹森は無関係か。関係ないかも。さっき竹森さんとマクドナルドさん乗った車、声かなりかけてます。カジノ先行してる地上組いる。あら、カジノ入れる。ババアにだけ伝えたいんだけど、骨組み相手に取られた。わかったわ。いや、カジノだいぶ中途半端な位置で待っとこう。その現場の判断で強そうな人じゃったら。待って、骨組み取られた。 OK ね。了解。取られた。警察署裏はいらないですか。署裏は一旦捨てよう。捨てていいと思う。正直、武井さんさ、PY 行ってあげてほしいな。多分ドリーさん一人だから。了解。いや、ババアのところからバイク1台走ってった。報告するよ。金庫移動してきた。ババアの報告知りたい。ババアの報告が知りたい。あ、バイク1台チューブの方に行ったわ。あ、3人行ったわね。3人行った。了解。今ねチューブで溜まってる金持ちは四つまた側行ってる。チューブから一気にね4人移動する。ババアそこキープで。わかったわ。バブルチューブらへん先輩、これ追える金持ち。ね、申し訳ないんだけどヘリが煙吹いたから直してくるわ。オッケーオッケー、なってみるわ。じゃあヘリ直した。黄色い車骨組みから高速に移動したから気をつけて。ヘリ直した後に警察署裏チラッと見てあげてほしい。その四つ股に向かってってる。今ね、あのね広い広場のところかな。ダブルチューブの前の なんかラークっぽいやつな。ヒロシだった。全然関係ないやつ。今から出させる、今もうすぐ金庫前行くね。あのチューブの了解。もうすぐ四つ股に行く。四つ股めちゃめちゃ集まってる。 1,2,3,4,5,5 人。了解。含めて7人。7人行ってるね。行きそうだな。カジノ待ちこじ到着。はい。これ警察署側から進行してるやつ一人いるわ。警察署側も危ないのか。警察署側はヘリがもう行くしかない。地下に入ってるよ完全に。はい、どこ行こうか悩んでるねこれ。JTS より JTS よりこれあのまた違う人入ってきてました。JTS。了解。じゃあカジノ捨てていいか。カジノ捨てて JTS。了解。
了解です。行くわ。じゃあそっちか。ブルスボールごそうするっす。あ、オッケー、頼む。デスカー出てきた。ゆっくり、結構ゆっくり出てきてます。いや、これ待てよ、一人で行くと危ないぞ。守る、守る、守る。警察ショーラって大丈夫なんだっけ。警察ショーラは一旦なんかカジノ側に かなり寄った。抜け道で護送するわ俺。 JTS 側だね。ごめん、これがどこかはわからないわ。深先輩、これ金持ち見れる？関係戻るわ。結構止まってるね、7人くらいが。どこだろう、ここ。じゃあやってる、カバー欲しい、マジでカバー欲しい。オッケー、電気室がカバー行ってきて。了解了解。じゃあ誰か変わって、変われるかな、ダウンした人とか。四つ股から入れるか、四つ股から見てくる。ローヤーパチューいますよ。 JDS 一人ダウンしてる。地下中来てくれ。めっちゃダウンさせてる。めっちゃいるけど。めっちゃダウン、全員ほとんどダウンしてる、ほとんどダウンしてるから来てほしい。オッケー。もう私 JDS 入るわ。4人ぐらい何人もやってる、何人もやってる、5、6人やってる。ヘリの前に1,2,3,4,5,6,7人いる。ダウンしてる、ほとんどダウンしてる。オッケー、入る入る、もうヘリ置いて入る。地下にいる人、最速でさ、JDS 進行してあげて。他に俺以外で立ってるやついない？ね、ドリーの方にはいない。正面のやつはほぼ動いてない。あのね、トラックとかあるんだけど、その裏はもうやってんだよね。でもマジで動かない、ちなみに前の7人。ドリーさんカバーしますよ。ありがとう。じゃあ今そこで向かってる。あのダウン抱えてるわ。一人は動いてダウン抱えてる。俺が回収してる。で、オルカ先輩、四つ間だからカバー来る敵がいないから見てあげてほしい。またね、ゼロ。OKOK。多分犯人がカバー来るなら四つ窓から来るから。4人4人 JTS から車1台逃げたそうです。 OK。 出かったんか。一旦ドリーの方に今 JTS 向かってる。あ、一旦ドリーが行ってくる。ボード抱えてるからこっち優先するからね。それ向かった方向に車行ったらしい。JTS 付近ってさ、いる？犯人。いや、私が今入った。駅から出たい。駅から出たいから下まで降りててほしい、うん。駅の下。あ、駅の下降りてくしよね。了解。逆、俺駅の外押さえとくじゃあ。あ、了解。駅の外押さえとく。お願いします。掃除パトカー止まって。事務所に行く。あ、下から上がってる。あれ、まださ、取り残してる犯人いる？全員拾っ、わかんない、確認してほしい。サーマルで俺はとりあえず見えるやつは全部拾った。オッケー、 JTS の駅の近くに赤いラークの車いるからこれだけちょっと気をつけて。オッケー、今ヘリ、ヘリ何台いんの？はい、オルカしかいないよ。あ、ナズピのヘリもないの？ごめん、カバーのヘリだ。オッケー、ヘリピックできなってヘリでもいいかなと思ったんですけど。オルカ先輩のヘリピックで JTS 側。オッケー、飛ばすことはできる。木の上で撮って今駅出れるよ。いいよ、もう出てる。この辺りは大丈夫そう？一人で大丈夫ですよ。 OK、 リゴソ大丈夫そう。 OK、 護送完了な。綺麗、護送してる段階ですね。ちょっと私壊れかけたけど見るわ。残り見てくれたら。ちょっと見て、ホットの場所教えてほしい。 OK、 OK。どうなってる？大丈夫そう？ちょっと待ちポジにいるのってババアか。オッケーオッケー。あ、ババアよ。金庫の中で死ぬのがミコ先輩。パターンなし。そんなとこありません。ちょっと一回ヘリ修理しに帰ります。了解。設置するね。
収束か？今ね、安全確認するよ。了解。ごめん、本社入りしたさ、対応してもらっていいろや。八尾くんが被れるかもっす。救急隊、穴中の美子先輩取れます。了解です。高速側から入ったら取れます。まだ牢屋対応してます。ホットな場所もなさそうか。はい、ね、深い見に行く。深い。ない、なしで大丈夫。ちょっと最後、アンブレラジトの方面にヘリ寄って、終わりだな。見てみる。とりあえず、今警察庁だから見てきたけど、あの JTS まではどこもいない。OK。了解。はい、なんか結構前に言ってた骨組みいるっていうのはもういないか、今。あれはもう撤退してると思う。了解。じゃあ一旦なさそうか、もう。OK、じゃあババアも帰ろう。ありがとう、ホントか守ってくれて。ごめん、ちょっと。無限にファームできるじゃん。できるか、俺が飲んなきゃ終わりだよ。俺が飲んだ、俺次第、このファームが終わるか否かは。わかるやろがい、それくらい。キレキレだな、ズーさん、今日も。あ、乗った。2つの意味でね、やかましいわ。乗っちゃったわ。ズーさん、乗っちゃダメよ。乗らされたんだよ、今のは。ダメだよ、な。こいつら、やばいって。なあ。浮いてる時点でも絶対乗れないよ。いや、乗らされてんだって、おい。ズーさん。ちょ、乗って。ダメだって。ちなみに、ブラックマンだけ。自作シーン、えぐっ。わあ、じゃあ行ってきます、歩いて。じゃあ、あ、田中のばあちゃんいたんや。どんな、あ、いたい。お疲れ様。お疲れ。誰だろう、牢屋対応したの。もう結構カスタムめちゃくちゃありますよ、これ。え、ある。えぐいカスタムありますね。ちょっとえぐいのちょっと見たいな。あ、今後ろ変わってるか。それこそ、例えば後ろのあのウィングっていうか、スポイラー一つ見ても種類えぐいあるんですよ。見てみて。え、イーキンを押したら見たことない量のスポイラーありますよ。ちなみに言うとスポイラー、うん、後ろのね、派手みたいなやつ。お、ほんまや。いらっしゃいませ。修理ですか。ちょっと修理できるか見てほしいんだけど。見てもらえ、うん、これ私がやったらなんか歪んだりするから見てるよ。てか見えてる、見えてる。あ、見えてた。あかんなった、ね、あ、でもこのなんか未来的な形いいな。これあんま見えないね。どうかしら。なんで見えない。全部 100% だけどな。あ、なってる。いやいやいや、よく、あ、そうなのね。じゃあ大丈夫。V の筋肉、うん、ごめんね、ありがとね。うんうん、ありがとうございます。え、バーバリオンさん警察なの。あ、そうよ。え、そうなんだ。へぇ、なんか、前に、ね、市民バス、今持ってへんみたいな。でも何個かちょっとおしゃれウィングはあった。そうね。悪い人なのかと思ってた。あー、市民バス、自主返納したからね。この辺とかある、まあ、悪い人なのかと思ってたけど。可愛さだったそれかな。今、いい人だ。少し後のやつはおしゃれウィングあったけど。フロントって書いてある。おめでとうございます。あー、ありがとうね。なんか困ったことがあったらいつでも声かけて。わかりました。じゃあまた来るわ。何もなかったし、普通に混雑してます。ただの事故っぽいですね。はい、ありがとうね。行ってくるわね。うん、私だよ。父さん、今、車上環境に行ってるんだ。サブロー、まだ市長近くいる？何言ってんだい？お金、マックさんに呼び止められてましたよ。車上環境に行ってるんだ。何言ってるか分かんないよ。あの車、犯罪現場に行くわけじゃないよ、お前。犯罪現場…あ、あんた犯罪現場に行くのかい。はい、行くの行くの。なるほどな。今この車上環境。ああ、そうだね。おお、おお、お父さん、おお、おお、おお、ちょっと。まあ気をつけな。ばあ
ちゃんって呼ばれる方がいい。田中さんの方がいい？俺どちらもいいよ。ばあちゃん。田中のばあちゃん。それでいいよ。かわいい。もう私はレッサンって呼ぶからね。うん、レッサンって呼んで。うん。同期だから。よろしくね。頭同じ灰色。まあ確かにそうだね。高速ウーラー一人ポツンの時はマジでドキドキしてるだろうなと思いながらね。だいぶ高速ねバチャバチャやってたね。うん、やってた。すごかったね。すごかったね。ええや。今日も私何回頭の打ち抜かれたかわかんないよ。大変ね。よく倒れてる。気を切れ走ってたら死ぬんだよな。まあじゃあ今日何寝るの、うん、今日はもうそろそろ寝ようかと思ってね。お寝タイム、うん、そうね。そうだよね、うん、お疲れ様。お疲れ様です。どうだ今日は。どうだった。今日は 何回も頭打ち抜かれました。ああ、はい。今日私最後ユニオンしかやってないけど、よかったねユニオン、うん、めっちゃ良かったね。連携良かったね、うんうん、あ、だいぶ良かったさあれ。ちなみにめっちゃ良かった。すごい連携良かった。うん、完璧だったっすね。だいぶ統率そういったかな、うん、これなんか一斉にこっからあの書から出てくる時が一番良かった。ちゃんと統率そうでしたね。ああ一斉にすごかったな。いや久々に警察のなんか連携を見た気がするな、うん、今日は。まああの作戦後だったからな、会期後だったから、うん、今日は俺はもう寝るな。作戦起こりやすかった、うん、私も寝るわ。ああおやすみなさい。はい、おやすみなさい。みんな、ボイラー退勤します。おやすみなさい。お疲れ様でした。お疲れ様。ババも退勤します。お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様です。